林義市は中華人民共和国山東省東南部に位置する地球市。市名は義水という河川に由来する。中国でも10位以内に入る人口規模を有す行政区であり、人口の99.67%が漢族で、その他30以上の少数民族が各地から集まっている。三島省で面積、人口ともに最大の地球市。 面積17,184平方キロメートル。地域は、統計117度24分から119度11分、北緯34度22分から36度22分にかけて広がり、東西161キロメートル、南北228キロメートルにわたる。地域内は、産地、丘陵、平野が平均的に広がっており、それぞれの割合は、ほぼ同じである。 毛山は山東省内では大山に次いで高い山地であり、険しい峰と豊かな森林からなる景観は大山にも劣らない。市内には東西に山東省第二の大河、岐川が流れる。気候は温暖で四季は明確であり、降水量は多い。東は日照に接し、東南部では航海に面している。北東は某に、北は、白に、北西は、 大安に、西は最年に、南西は、総省にそれぞれ接している。南は、チャンスー省で、助手及びレンクモに隣接している。林義地域の歴史は2400年以上に及ぶ。新から北宗時代にかけて、この地には、老野群があった。1970年には、元大の墓から、孫部の書物が出土している。三四かつく、旧県を管轄する。 路中南行政区浜海、千区路中南行政区義網、千区義水千区林義地区林義市三島省内では、地理的要因などから、経済的な地位は長らく低迷していた。周辺の災難や鎮貸を、連ンクなどからの鉄道や高速道路といった交通網が整備され、加えて人口の多い林義の市場が拡大するにつれ、経済発展の勢いが強くなった。林議は、 気候が温和なことから農業や林業に適し、巨大な農業発展基地がいくつも建設されている。穀物、野菜、果物、落花生、ニンニク、畜産品などが生産され、中国内外に売られている。また、中国第3位の卸売市場や、800以上の農産物工場も作られている。工業では、建材業が盛んで品質が評価されており、 建材業への外資の投資も多い。その他、宝石、食品、化学、薬品、機械、電子、最短など、高工業も盛んになっている。倫理ハイテク産業開発区、倫理経済開発区といった大型工業団地も建設されている。また、陶芸など、伝統的な手工業も歴史が長い。2002年の GDP は710億人民元で、 120億人民元は第一次産業から、340億人民元は第二次産業から、250億人民元は第三次産業からとなっている。市内の中心は、1990年代に軍の兵舎後に建設された人民広場である。東西500メートル、南北300メートルの大きな広場の地下は、ショッピングセンターやエンターテインメント施設が入っている。 市中心部の北には、当地を本籍地とする豪族王子出身の書家、王義市を記念した公園がある。新中国建国後の重大発見の一つと呼ばれる、畜官孫湖の出土した銀尺山官房のほか、以下のような名所がある。ありがとうございます。